とモボルカです。皆さんは日本で一番速い在来線特急といったら何を思い浮かべますか？最高速度で最も速いのは京成電鉄のスカイライナーですが、今回は始発から終点までの距離を時間で割った平均の速さ、つまり標定速度が日本一速い特急列車を紹介します。大阪17時42分発特急サンダーバード37号金沢行き。このサンダーバード37号こそが2022年12月時点で始発から終点までの標定速度が最も速い列車となっています。当然ながら1日にたくさん本数があるサンダーバードの中でも一番所要時間が短いです。サンダーバードは大阪と金沢を結ぶ特急列車、30分から1時間に1本のペースで走っており、利用客もかなり多い特急列車です。そしてそれぞれの便で停車駅は様々です。こちらに大阪発の列車は全便の停車駅が載っています。こう見ると停車パターンはかなり多いです。そしてサンダーバード37号はその中でも最も停車駅が少ない便のうちの一つ、途中新大阪、京都、福井にしか停車しません。こちらが特急サンダーバード37号金沢行き、683系9両編成でやってきました。利用客が多いことから両数も多めです。サンダーバードという名前からしてもう速そうな印象を受けますね。期待は裏切りません。このサンダーバード37号こそが新幹線を除いて日本一速い列車ということになっています。この列車で終点の金沢まで乗車、道中はどんな走りを見せるでしょうか。列車は京都を発車、ここから湖西線に入り琵琶湖の北側を進んでいきます。次の停車駅は福井、サンダーバードの大半が停車する敦賀や竹富は通過となってしまいます。乗り間違えたら大変なことになります。
列車は大阪から2時間31分、終点の金沢に到着しています。大阪から金沢まで 267.6km を2時間31分で結ぶと、標定速度はおよそ時速 106km。 標定速度時速 100km を超える在来線特急はサンダーバードくらいしかなく、まさにこの記録はサンダーバードがいかに常に全速力で走っているかがわかると思います。実際大阪周辺と敦賀通過付近、そして一部の減速以外は時速 130km 近い運転を継続していて、乗っていて気持ちいい列車でした。ご視聴ありがとうございました。